よし、ちょっと行こう。よし、こんばんは、仰天ゆりなです。どうも。はいはい、とか言ってそう、昨日はネクストアイドル、ちょっと待ってな、ネクストネクストアイドルグランドネクストアイドルグランドネクストアイドルグランプリ2020か、そうのイベント、立川のイベントに参加してきました。今回は、ゲストとして出させていただいたので、そのグランプリの方には参加しないんですけども、もうそうですね、昨日はそんな感じで参加させていただきました。ファンの人を見に、なんかやっぱりなんだ、入場制限かかってんのかな、あれかかってんのかな、かかってないのかな、そう、だからなんか席もすごい間が空いてたし、なんか2階の席とこう後ろの方は結構空いてて、そう、何言ってんの、違うの、2階の席と前の方で人がいて、後ろの方はあんまりいなかったかな。結構なんだっけ、スタン、ソーシャルディスタンスって感じだった。まあソーシャルディスタンスにしてはえらい半分から前だっていう、よくわからん感じだったけどよ。でも私のファンの方ね、何人も見つけました。結構内輪があったので結構見やすかったです。あー、ごめんなさい、くしゃみが出てしまいました。そう、だからファンの人なんかやっぱ客席は暗いんですけど、内輪はとっても見やすくて、結構がんすごくあ、やばいな、ゆりな、今日頭が回ってベースをねできたんじゃないかなというふうに、個人的には思ってました。ちなみに昨日は9曲かなさせていただいて、1曲目が蜂のスタンスで制服の羽、思春期のアドレナリンで、頭ブロックはまあ8曲っていう感じで披露させてもらって、で8曲して自己紹介して、で次のブロックが
AKB のこうなんかアイドルなんていうんだろう、アイドルメドレーみたいな感じで、あのなんかなんだっけ、ああいうの、まあラブみたいな感じ、ちょっとあの言い方すごい難しいんだけど、伝わるかな、そういう感じの、あのそういう王道アイドルソングか、そう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 、で希望的リフレイン、希望的でねねねで大声ダイヤモンド、言い訳メイビーで好きだ好きだ好きだをやって、でそれでその後にあレコ大のね、そうそうそう、呼んでいただいた離れていてもを聞いていただいて、でその後に無視して、最後にやっぱりチームメイトの曲といえばこの曲ってことで47の素敵な街を披露して終わりかな。そうね、そんな感じかな。9曲言ったよね。そうなんかね、衣装もね、なんだろう、デニムのなんかこのね衣装ね、何の衣装だったかな、違うな、シュートサインだのなんかの時に着た衣装らしくて、私はなんかいろんなパターンがあるんですけど、私マリアとね色違いで確か形が一緒だった気がする。マリアはユリナはこの青っぽいベースなんですけど、マリア確か赤っぽいベース、なんか黄色っぽいベース、青っぽいベース、赤っぽいベースの色味が3色あって、私はこの青みっぽいベースのやつで、上下が分かれてて、あのなんて言うんだろうな、これなんて言ったらいいんだろう、なんか難しいけど、まあ、そういう感じのね、マリアと全く同じ形だった。で、そう珍しくねリボンだった。そうで、髪の毛はポニーテールに しました。ハーフアップとポニーテールにどっちにしよっかなと思って迷ってたんですけど、なんか やっぱりリハしててね思ったのが、もうむちゃくちゃ暑かったんですよ。そうあのむちゃくちゃ暑くて、やっぱポニーテールの方がいいなと思ってポニーテールにしました。このねデニムのなんかこういう私服ありそうじゃない、この衣装、こういう私服ありそう。なんか人によって違うんかな、結構なんか前を全く閉じてっていう人と、前が開いてる人と、まあ、うちみたいにちょっとショート丈っぽい感じになってる人と、まあ、リボンの人もおれば、ネクタイの人もおるし、なんかこういうクロス型のネクタイの人もいるし、とかかな。そうですね、この袖のとこ私結構この衣装可愛いって思った。みんながこの昨日着させていただいたやつは、ここがなんかプリーツになってて、こうちょっとファッてなってる感じの袖口なんですけど、私服っぽくて可愛いよね、こういう私服なんかワンチャンありそうやもん、個性的な感じとかで。めっちゃ可愛いデニムの、でもねすごいヒールが高いんですよこの靴、むちゃくちゃ。だからねすごいね踊るのはね大変だった。そう
私ね、むっちゃ昔ね、この衣装一回だけ着たことあるんですよ。なんか先輩と一緒に、どこのイベントやったかな、出させていただいた時に一回だけこの衣装着たことがあって、まあ、その時はまた違う人の衣装を着たんですけど、めっちゃヒールが高いっていうイメージだったんですけど、今回久しぶりにまた何年ぶりに着てみたら、めっちゃヒールが高いの。こんぐらいヒールあんの。そう、むちゃくちゃヒールがね高くて、すごい踊るのが難しかった。そしてめっちゃ靴が脱げるっていうでかくて靴が、うちさ、蜂の巣ダンスが座ってんねんか、最初ちゃっちゃっちゃかったあまりになってた時、うち靴ちょっと脱げてたからなそうそうなんですよ。やっぱそう思うと、エイトってね、靴がねローファーなんです、基本的に。しかもローファーも、これもねローファーなんですけど、このローファーはヒールが高い、ある高いローファーなんですけど、エイトがよく着てるローファーって、履いてるローファーってね、本当にヒールがもう出てないローファーなんですよね。だから超取りやすいので、すごいそれにさ、もう今まで何年もずっとそれに慣れてきたからさ、こう最近ね、ほんとここ最近になって、こう先輩方の衣装を着させていただくことが多くなったんですよ、ありがたいことに。今までは8の衣装しか着れなかったんですけど、なんかそう先輩の衣装を着させていただけるようになってすごく嬉しいんですけど、逆になんかよく先輩方ってこんな高いのでよう踊ってるなってすごい感心します。自分らは基本踊り重視っていうか、もうほんまにヒールのない靴ばっかりやったから、それに慣れてるんですけど、なんか先輩はすごい高いの履いてねえやなと思って、すごいなって、すごい選抜さんすごいなってめっちゃ思うなかなかね、なんかその劇場とかでたまに靴とかが高いっていうのはあるんですけど、エイトのに関してはすごい、なんていうんだろう、すごいなと思う。なんかまずエイトがそのパフォーマンス重視だったんですよ。その踊りやすい靴っていうことで、こうヒールのあるものがなかったんですよ、衣装に対しての靴がね。だからすごい先輩の衣装を着れるようになって、可愛らしいローファー以外の靴を履けるようになったのはめちゃくちゃ嬉しい。そう、やっぱりね、慣れてないから、そういう高い靴に、まあだいぶさ、その公演、劇場公演とかで靴だいぶ慣れてきたけど、でも言うてね、やっぱり難しい、大変やなと思う。結構エイトの曲はさ、飛んだりとか飛び跳ねたりとか飛んだりすることが多いから、結構どうしても、そうそうそう、その辺はねやっぱ大変やなと思うけど、そう、踊りがね、エイトちゃんは激しめなことが多い気がする。そう、普段靴ヒールないじゃないですか、エイトちゃんは。あってもスポーティーの衣装の厚底とか平行的な感じだからね、やっぱああいう高い靴、やっぱ高い靴履いてる方が足は漏れるんですよ。高い靴履いてる方がスタイルがよく見えるんで、やっぱり、そう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 、まあ、そういう面だよね、すごく行き行き、漏れるのはね、やっぱね最高ですね。可愛いしね、 AKB の、まあ、選抜さんが着てる服マジで可愛い、本当。なんか自分らも
選抜さんが着てる服とかは基本的その生写真撮影の時とかに着させていただくんですけども、ほんと可愛いってめっちゃ思う。もう本当に可愛い。やっぱ自分 AKB に憧れた一つが衣装っていうのもすごく大きかったんですよ。こう私もともと歌とか踊りがすごく好きで、で可愛いお洋服もすごく好きだったんですよ。お洋服がすごい好きで、だからこう AKB が昔テレビ、まだ私が普通に一般人として生活してる時にテレビで AKB がすごいたくさんいろんな歌番組に出てたりとかしてて、やっぱすごい衣装も細かいし凝ってるし可愛いじゃないですか。そうね、なんかそういうの見てすごい、なんかあ、それはメンバーさんが可愛いのはもちろんなんですよ。もう当たり前のことなんですけど、なんですけど衣装も本当にこだわってるしむちゃくちゃ可愛くて、なんかいつもなんか羨ましいなって思ってたんですよ。自分もああいう可愛い衣装をたくさん着たいなってすごい思ってて、でそれも AKB に憧れた一つではあったんですけど、やっぱり AKB に入ってこう、まあ最初の頃、まあ、最近はこう結構先輩の衣装を着させて、こうやってねイベントで着させていただくことがありますけど、もうそれは6年、今7年目なんで、その5年間とかはもうずっと8の衣装ばっかりで、まあ、先輩の衣装を着させていただけるってことがその生写真の撮影時ぐらいしかなかったから、そういう時に着させていただいてやっぱすごい可愛いなって思うし、むちゃくちゃ凝ってるなって思うし、細かいしすごいしっかりしてるし、その衣装の管理方法もしっかりしてるから、こう私たちがパーティー公演、会いたかった公演、もう初期の頃に AKB さんがしてた公演をさせていただけるってなった時に、その昔着てた衣装を未だに着れるっていうことはやっぱりそれほど多分今まで使ってきたメンバーも多分大切に、やっぱ先輩の衣装を着させていただいてる側なので多分大切にこう扱ってるのっていうのもあるし、こう衣装さんがそもそも保管するのもすごい大切にしてるから、何年越しにもそうやって初期の衣装が着れるっていうのはマジですごいなって思うし、なんか改めて最近やっぱ先輩の衣装を着させていただくことになっていただけることがイベントがあることでそうやらせていただくんですけど、やっぱり可愛いなってすごい思うんですよね。可愛いし細かいし、やっぱすごいなんかメンバーさん、その衣装の本家のメンバーさんに合ったデザインとか、まあ形もそうですけどにしてるから、すごいなんかそれはすごい羨ましいなって思ってたし、それはやっぱり自分が選抜に入らないと自分の例えば、この子は可愛い系のイメージ、可愛い系だから可愛い感じの衣装とかで、その子に合った体に合ったように作っていただけるから、やっぱその自分のためにオーダーメイドっていうんですかっていうのはやっぱり選抜に入らないとあれだし、そうそうそう、やっぱそういうそこはねすごくね、まあずっとの目標ですよね。そうだから私がその去年の紅白に出させていただいた時にチェックのさ作っていただいた衣装、あれは私の名前の衣装なんですよ。それすごい嬉しくて、それが今のところ一番好きな衣装ですね。そういう意味もあり、こう紅白出させていただい、去年出させていただいた時に初めて選抜でなんかこう自分の衣装でっていう作っていただいたからすごい嬉しい。まあ、8としてはね作っていただいてるんですけど、それ8とかチームじゃなくて、チームじゃなくて、そのそれでこう選ばれて
各チームから選ばれての衣装だったから、それすごい嬉しくて、まあ私ツイッターのアイコンなんですけどねそうツイッターのアイコンなんですよ。そうでもね、さすがにもうね結構1年ぐらい経つから、そろそろねインスタもツイッターも早くトップが変えないとなって思ってるんだけど、一向に変えるためのいい写真ないから特に変えてないっていう。でインスタのさ、あのハート型ウイルスのやつなんて、なっちゃんの卒業公演の時のやつやから、もう何年前、2年前とかからずっと変えてないんですよね。そう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 だから早く変えないとなって思ってるんですけど、なかなか変えるためのいい写真思いつかなくて、もうずーっと変えてへんあのまんま。そうその衣装ってなんて検索して、どの衣装だろう、その衣装、あ今話してた衣装、えどの衣装だろう、あ私がそのあの今の衣装、今の衣装私ツイッターのアイコンだよ、うんで着てる衣装の話をしてました。そう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 、おはようの衣装が一番似合うと思う。本当に？あそう、あそうなんや、あれ可愛いよね、清純っていうか清楚っていうか、お嬢様学校に通ってる学生制服って感じすごいするもん。そうあの衣装はめちゃギが似合う、なんかギって感じがすごくするのは確かなことだなというふうには結構思ったりもするんだけど、そう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 ねえ、まああとスカート丈が AKB っぽくないかも。 AKB のスカート丈って短いじゃん、でもおはようのスカート丈って長いのよ、膝ぐらいまであるから結構、そう膝上ぐらいかな、だから人によってはちょっと膝ぐらいになるかもしれないんだけど、結構ねスカート丈が珍しい丈感かなっていうふうにはうん思いますね。ちなみに私関西人じゃないですそう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 なのよね。そうなんかやっぱスカートが長い丈の方がこう回ったりとかした時にこうスカートがこうふわっと広がるんですよ、やっぱ丈が長い分ね。で中にその広がるボリューム出すためのやつも履いてるから、すごいこうおはようってね結構回ることが多いんですよ振りでね、だからそれにすごい合ってるなって思った。スカートがこうふへーってなるんで、なんかそういう面ではすごくみる感じがなんかすごいおはように合ってるって思う。そうそうそういい感じだよね、おはようと言う、めっちゃ大変なのよあれぐる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 って、でもあれね一応私選抜です。そうそうそう、でまあねちょっと話はむちゃ急に変わるんだけど、明日ねカウントダウン TV ライブライブに出させていただくんです私今回 AKB として。で時間がね23時45分からかな、年越し年明け
だからすごい遅い時間なんですよね。そうだからもうありがたいことに年がね越せる年なので、ありがたいことに今回選抜に選んでいただいて出ますので、私そうすごいありがとうございますって感じなので、ぜひ私のことを見つけていただき録画していただき、リアタイでも見ていただけば嬉しいなというふうに思います。なので残念ながら今年はですね、嬉しいことにカウントダウン TV に出させていただきますので、ショールームで年越し配信っていうのは残念ながらそのテレビ局の方にいるのでできないので、まあちょっとそこの方はね、去年はしたんですけど今年はできないというあれなんですけど、そうなのでまあ私はですね嬉しいんでございますけども、呼んでいただけて選んでいただけたんですけども、今回8がねまた多くて、私初めて歌わさせていただいたミュージックステーション M ステの時も8が6人かいたんですけど、今回も8が6人かないるくて、すごいたくさん8ちゃん今回もいてですね、その中の一人に私選んでいただきまして、2回目の地上波のテレビということですごく嬉しいとっても嬉しいです。いやーよかった、年いっててこれがねまだピチピチのピチピチピッチだったらね、年齢制限的に年越せないので、そういや本当に嬉しゅうございます。なのでぜひ皆さん録画とリアタイと私を見つけていただけたら嬉しいなというふうに、思いますので、よかったら見つけてくださいそう、なんか明日のショールームはもう夜にしますね。夜にしてで夜にします。なのでまあ普通に今日ぐらいの時間とかかな、うん。なのでまあ始まるのがね遅いんですよ、そもそもだって23時45分なので、そうそう集合も遅いので、そうまあ今日ぐらいの時間帯18時ぐらいとかかなに、もう明日はね寝ないためにちょっと私昼ぐらいまで明日寝るのではい、明日はその日付回ってそれなりの時間まで、それなりの時間なので明日は昼過ぎまで寝て夜が眠くならないように、せっかく出番の時になんかこの眠そうな感じでそれで映ってたらせっかくのテレビが台無しなので、明日たっぷり寝たいと思います。なのでそうですね、
いやでもすごく嬉しい、今回2回目出させていただけて、あの前のショールームでもう1回ポッキリにならないようにしたいですっていう話をしてたんですけど、そっから2回目呼んで、 あのカウントダウン TV で今回呼んでいただけて、すごいありがたいなという、私も 1回ポッキリかなって実は思ってたので、そう、歌う曲はですねもう公表されてます。 Twitter の方を見ていただければ、何々歌いますっていうのはもうあのメンバー発表と一緒に公表されてるので、まあよかったら見てください。そうなので、まあこうやって呼んでいただけるようになったので、3回目も出られるように、3回目も選んでいただけるようにね、頑張りたいなというふうにはすごく思いますので、ぜひあの今回の今年の年越しは、去年はショールームだったんですけど、今年の年越しはあのテレビでゆりなちゃんを 見ていただけたらなというふうに、思いますのでまあ一回ポッキリにならず次も呼んでいただけて、たくさんテレビに映れるように頑張りたいなというふうに。あ、タカさん、タワーありがとうございます。行くっていうタワーなんだこれ、行くっていうタワーあんの、すごい新しいやつかな。そう、録画しました。私もね、ちゃっかりもう録画しました、ちゃんとそう、録画ね、ちゃんとね、あのそう、録画ね、すごいショックなことがあって、そのね、最近さ、録画したテレビを全く見てなかったんですよそしたらね、録画時間がもうなくなってて、昨日コナン君をね、見ようと思ってたら、コナン君7分しか撮れてへんくて、えっと思ってパッて見たら、録画残高、撮れる残高がもうゼロになってしまってて、えっ、やばいカウントダウン TV 撮らんとあかんのにみたいな、自分が出るから撮らんとと思って、でもう精出してむっちゃ消して24時間ぐらいにしましたそう、録画の残高を24時間ぐらいにして、なんか見るかなと思って結構残しちゃってることが私多くて、そう、やっぱなんか結構さ、久しぶりに見たいなって思う時あるじゃないですか。私結構そういうことが多くて、もうすごい前のドラマとか久しぶりに見たりとかすることがすごい多いんですよ。そうだから、あの結構残してて面白いって思ったものとかをね、でももう消した消しました。もう私のやっぱりカウントダウン TV を撮るためにね、消しましたよそうねえ、いやテレビで自分が見れるとかマジで嬉しいんだけど本当に、なんかね、うち前もそれやらかしたことがあって、前 AKB で結構人数が出れた時のやつの時にね、 M ステかな、 M ステで AKB が大人数出た時があったんですけど、スペシャルみたいな感じですっごい長くて、前半と後半みたいなのがあるやつだった時かな、の時にね、うちね、その録画してたんですけど、なんとですね、間違えて録画してました。なんか前後半確かあったと思うんですけど、なんか間違えて録画してて、で途中でそれで録画残高がなくなったかなんかで、そう、あのね、私の出番のとこ撮れてなかったんですよ、っていうのは前のショールームの時言ったんだけど、っていうことがあったから、もうマジでショックだったの。そう、めっちゃショックで、自分が出てるとこ撮れてないってなって、ガーンってなったから、今回は24時間にしました。
24時間空けとったらもう余裕やろうと思ってそうもうねちゃんと消してしっかりやりました。ショックだったよ。いやアホすぎるな自分と思って、前後半間違えて録画するっていうね。そしてなんかそしてなぜか途中で終わるっていうそう、まあ後で見たんですけどね、そのママたちが録画してくれたから、そうそのなんていうのやつを見たんだけど、普通にそうでもただ自分で録画して自分で見たかったわけなんですよね、正直な話。そうそうそう、まあなんかちょびっとちょびっとショック。そう。だって自分で撮りたくない、自分で撮りたくない、自分で撮りたい。さあまあでも絶対さ、親が娘が出るテレビ番組録画してないわけがないじゃないですか。だって絶対だって自分の娘がさ、その映るかわかんないけどさ、出るってなったらさ、それこそむっちゃ前に AKB が100人出た時とかだってさ、もうテレビに娘が出るってなったらさ、録画してないとかって親はあんまりおらんと思うから、まあ自分がねできなくてもね、親がねしてくれてるんだろうなっていうのは思ってたから、そう全然良かったんだけど、まあ自分で録画したかったのよね。そうそう、普通に。そう、なんかそれがちょっと ね地味にショックだって、はぁ、やっちゃったと思って、やらかしちゃってよと思って、そうそうそう、親離れしたいというか、いやまあ親離れしたいというか、いや自分でできることはやっぱ自分でやらんと。そう、しかもすぐ見たいじゃん、すぐ出て帰ってきてさ、自分がどう映ってたかっていうのがさ、すごい気になるわけじゃないですか。だからやっぱすぐ見たいのよ、すぐ。そう、どうだったかなみたいな感じ、わかるかなそう、だからなんかすぐ見たすぎて自分で録画したかった。うん、そうそう。もう AKB 来るよ、だって。え、待って、うち今テレビつけてないんだけど、一瞬じゃ切っていい？なんちゃんだ？ああ、これだ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 。 OK、 はい、テレビつけた。そう、はぁ、よし、間に合ったぜ。ははん。間に合いましたね。そう。仕方ないじゃないですか。一回止めないと。一回止めないとテレビの音が入っちゃうから、ショールームが落とされるんですよ、バンって切られちゃうから、強制的に。
だから一回止めてテレビつけて音量ゼロにしてショールームの音を消したんですよ。じゃないとショールーム音がなあのこの音以外になると自動的にね勝手に消されちゃうので、それは無理じゃない。そうそうそう、だからね一回切りました。さすがにテレビさ普段から音量ありで見てるから、そうちょっとゼロにしてるわけはなくて申し訳ないですね、すいません。まだっぽいですね。うん、まだやったね、よかった間に合いました。ね、あれ AKB 出番終わりましたか？まだです。え、終わった？もしかして。まだ、まだですか。ちょっと私テレビ見てなかったんですよすいません。そう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 、テレビをねつけてなかったから、そうそう、ちょっと AKB がね終わったんか終わってへんのか知らんくって。まだですか。うん、エイトさんさ、カタカナで書かないでくださいよエイトさんカタカナで書かれるとこっちのエイトかと思っちゃう。漢字ですよこの人、エイトさんしかもみんながさ呼び捨てにされてるからさ、あのさエイトメンバーかと思っちゃう漢字で書いてください。そして呼び捨てにしないでねえ、ひどいんだけど、いい曲だ。なんで私だって聞きたいけどさ、聞きたいけど音量つけられないからさ、うん、音量かけれないから今聞けないよ。みんな感謝してくれ、ゆいなの代わりに。そしたらゆいなちゃんはそれでいいや。あーもう、いやちょっとその話になるとその話になるとね、また同じことを繰り返されないといけなくて、この間あの AKB がクリスマスの時にさ新衣装で、何だっけあの歌番組知ってた、 M ステさんかな、でそしてだって新衣装さ着とった、あれ何だっけ忘れちゃった、さあの着させていただいた時もさ、もう見てたのね、うちリアン隊でそうでさ、その時にもイヤホンの話になったわけよ。そんだからテレビがさつけても音量が出せないじゃないですか、ショールームだと。だから音量を切ってテレビを見てたんですよ。そしたらなんかイヤホン変えようとかイヤホンつけろよみたいなコメントあったんだけど、その話になるとね、全くね、あの前回と本当に全く同じ話をもう一回しないといけないし、もうそうなるとなんかちょっとなんか軽くさ、そのさなんていうの、なんかちょっと
いいやみたいな感じになっちゃったからさ、前回ちょっともういいわもういいわ、2回同じ話はもういいわ、しかもその時言ったし今のこの状況をそうだからもう大丈夫です私フルで歌われてるんか？ね。あ、終わられたっぽい。もうちょっとかな、音量流してないとさ、見てないとあれなんだよね。そう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 AKB？ おおおお、了解了解。来たー、来たよ来たよ、次 AKB だ。離れていてもですよ、私この離れていてものやつ撮るのに2日かかりましたからね。映ってたの一瞬ですし、なんならこんなもうこんなんにしか映ってへんかったけども、撮るのに2日かかった。もう何十テイクやったから、なんなら何十テイク歌ったからね、この曲。昨日も歌わせていただきましたけど、イベントで。え、かわいい。何これ、新しい衣装かしら。すごい、なんか形さ、ちょっと昔の AKB のさ、なんかさ、ウザとかやってた時のさ、ああいうさ衣装の形にすごい似てるね、衣装の形が。え、かわいいんだけど、めっちゃかわいいんだけど、落ち着いた色味ですね今回ね。ねえねえ、お、 CM だー、 CM だー。え、今回も今日もね、8メンバー多いんですよね。そう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 、今日もたくさん出ます。
ゆいゆいとりんりん、うん、でゆいゆいりんりん小田、小田出るよね、ゆいゆいりんりん小田大西なる、あと誰出る、5人かね、そうそうそう、今日も8メンバー、明日もね多いんですけど、そう明日も多いです、明日は6人出ますからね8メンバー、うん、まあね、あ昔のアイドルさあー始まるよ、たー全然聞こえへん歌うん、うじあ、すごいすごい、客席よ客席、見てる今、うん、あ、映ったよ、リンリン島だ、お、遊びですね、これは、タタタタタズシタテ、あ、違う、分かった、こうだ、うんうん、お、ももちゃん一人で抜かれたよ、すごい、すごくない、こんな大きいんで一人ってすごくない、普通にすごいねんけど、ピンで抜かれるのがテレビ番組である自体だけすごいかな、すごいね、生演奏なんだ、すごい、
愛いねこの衣装。なんかさ作りシンプルっていうかさ、そのさジャケットっぽいのがあるメンバーとさベスチェっぽいのがあるけどさ、その分さ布のさボリュームがすごいからさ映えるね、すごい白と黒がいい感じにね。ね、ああいう布をふんだんに使ってる感じのさシンプルっぽく見える感じだけど、でもこう布をいっぱい使ってボリューム出してるからさステージ映えもすごいするし、すごい可愛い。松田聖子さんかわいいね。あれでしょ、聖子ちゃんカットって流行ったんですよね昔。この髪型をする人がたくさんいらっしゃったらしく、あれですよね、今日から俺はもうさこの時代ってことですもんね。こういう髪型されてたからみんな。え、アプリ落ちたんだけど。戻った戻った。でしかもすごいねタイムラグ、今落ちてることになってんだけど、受ける。なんでかっていうとね、アプリが落ちました、勝手に勝手にアプリが落ちました。なんかねよく落ちるんですよね勝手にアプリ。そう、まあ私よく落ちてますね勝手にアプリがマジよくあるんで、まああれなんですけど。赤いスイートピーはよく知っていますね。有名ですね。なんか昔のアイドルさんと今のアイドルさんってちょっと雰囲気違うんですね。なんか昔のアイドルさんはわりかしすごいゴリゴリに踊ったりっていう感じはあんまりしないし、あんまり大所帯がないイメージ。3人とか多くてもだいたいソロだし、多くても3人とか4人とか大人数でっていうのがあんまりないイメージなんだけど。あ、昔はソロが多いのか。そうなんだ。ちょっと私この時代知らないんでわかんないですけど、ちょっと生まれてないんで。
じゃあもう今この時代の人が100人ですとか言われたらもうびっくりだろうね。 100みたいな。昔のアイドルはテレビの中の人ですね。待って、今のアイドルがテレビの中の人じゃないみたいな言い方しないでよ。それ一応なんかそれこそ、まあ、AKB のコンセプトが会いに行けるアイドルだからこう距離が近いっていうのがコンセプトだけど、一応ね、一応そのほらね。やばい、めっちゃ落ちるんだけどアプリ。うん、ついた。ね、また落ちたんだけどアプリ勝手に。もう何もうなんでだよ、めっちゃ落ちるじゃん今日。どうして、悲しいんだけど。いや、分からん、なんででしょうね。もうちょっと原因は不明です。原因は不明ですが、なんか勝手に落ちました。もうその原因は知らん、なんででしょう、ね、誰かに聞いてください。誰かーって、どうしてですかーって。ちょっと目かゆい。だって別にその他のことで支障はないんですよ。端末のせいか。まあでも結構使ってますからね。4年ぐらい使ってるから、まあ古いっちゃ古いけど、それは新しいものではないですけど。でも別になんかどこも悪くないって言われた。そのショールームとかでさ、アプリがよく落ちるんですみたいな感じで言って修理に行ったのね。何かがやられてるんじゃないかって言ってきたの。そしたらなんかどこも悪くないですし、なんか全然まだ使えるし正常ですよって言われで、それでなんか、そうですかってなってしたんですけどね。そうだから、なんか別にそのなんかバッテリーがとか、なんか何かがこうやばいですねっていうのでは特にないですよって。そう、ちゃんとわざわざ遠いのに行って、ね、そうアプリがめっちゃ落ちてさ、でなんか何、あのタブレットのファンの人がさ、みんなさタブレットが古いからだよみたいな感じでさめっちゃ言われたからさ、ってわざわざ調べに行ったのよ。そのタブレットがダメになってるから買い替えないといけないのかみたいな、とかなんかバッテリーのやつもって言われたから、そのバッテリーの問題とかかなと思って調べに行ったんですけど、なんかバッテリーも全然大丈夫ですよって言われて、そう特に今んとこそ何かを変えないといけない、買い替えないといけないとか、その何かを変えないといけないってことはないですよって言われたから、なんかそうなんですねって言って終わったんだけど、そうだからね、何が悪いのかちょっと分かんないですね。そう。
ですかね。何がいけないのかちょっと分かんないですね。私も写真もめっちゃ消したんですよ。私その容量がみたいなみたいになった時に、だから写真もめっちゃ消したの。それこそなんか写真をそのタブレット買った時からずっと縮小してるから、それもさ入れてたんだけど、それ全部それもね結構消して、そうあれしたんですけど、そうなんか普通に重いんかもしれない。そもそもショールームってすごいギガ使うじゃないですか。 4G でさショールーム見たりとかさ、こうなんて言うんだろう、あれしたりするとさすごい 4G 使うからさ、なんかそれも問題なんかな。でも Wi-Fi 使ってるんだけどさ、なんでだろうな。このタブレットでは別に動画撮んないんだよ私基本的に。そう基本的にこのタブレットはショールームするときぐらいしかあんま使わないから、なんかショールームのよくスキショしてるじゃないですか。それはねすごい溜まってたから、あの消したの半分以上明るくしたんだけど、なんでですかね。まあちょっとそれは分かんないから、もうちょっと申し訳ない。メールもね消してるんですけど、いやーちょっとよくわかんないですね。私あんまり携帯でショールーム出先でぐらいしか携帯使ってショールームしないから、基本的毎日タブレットとかでも、なんかね多分よく結構タブレットに負担かけてるなって思うのは、まあそれこそそのこの前の時みたいにもう何時間半日ぐらいずっとタブレットつけっぱなしで、であの充電もやっぱなくなるから、でもつけっぱなしないといけないから、充電しながら消費をすごいしてたりとかしないといけない仕事がさ、やっぱ最近リモート、あタワーだ、地道な走り屋さん、タワーありがとうございます、ありがとうわ。やっぱリモートのね仕事が、仕事ってかリモートでなることがやっぱさ集まれなくて多くなってたからさ、やっぱそういう結構こう本当だとなんかあんま良くないって言われてる、そのやっぱ充電しながら使っちゃいけないって言うじゃないですか。そうだけどやっぱ仕事だからそういう使い方しないといけなくて、8時間9時間ずっとつけっぱなしだったりとかしてることが結構あったから、まあ、そういうのでちょっとこうダメージが大きくなってんのかなとは思ってるけど、でもそれはもう仕方ない、だって仕事だしやらないわけにはいかないから。そうでもまあね、そうでもそういうのが結構多くなったのがさ、やっぱりそのうちが見に行ってもらったのが4月とかだったから、4月5月とかだったから、そっからね逆にそっからが6月7月ぐらいからさリモートが結構多くなったじゃないですか。そうそうそう、だからもしかしたらっていうのもあるかもしれないですけど、そうちょっとその辺はね分かんないですね。そう買い替えね、すごいみんなさこうやって言うとさ買い替えたらとか買い替えなよって言われるけど、うん、いやまあ使えるものは使っていこう、壊れるまで。そうでもね多分ね結構毎日ショールームでこうこうショールームでさ毎日配信してるし、1時間ぐらい、1時間って結構長いじゃないですか配信してて、最近はちょっと前まで2時間やってたりとかしてたからさ、2時間でねうちこれタブレット 100% にしてて、2時間にするとねもうタブレットを 20% 以下になるの。本当に10何パーセントとかまで減っちゃうのよ結構。だから最大でも2時間しかできないんだけど、そうすごい減っちゃうからさ、そうあれなんだけどって、結構やっぱさ毎日さ使ってるとさ結構携帯もさ2年使うとさ充電めっちゃ早くなくなったりするじゃないですか。だからさそういう面ではね、まああれなんかもしれない、でも消費するしギガも使うし、こういろいろね、あと年数も経ってるからこのタブレットちゃんって、そうだから結構なかなか大変なのかもしれないけど、そうまあ買いなよ
ていうのはねあれかもしれないですけど、買う方はね大変ですからね買う方はね大変ですからね、もちろんそんな買いなよって、じゃあ買うわ、ちょっと古くなってきたしないからそうね、そんな私お金持ちじゃないのでそう、あの安いもんではないから、やっぱりねもう壊れるまでもうやばいってなるぐらいまでね使い切って、もうほんまに買えんとバグってどうしようもないってなったら買いますけど、それまでやっぱ使っていきたいなと思います。やっぱせっかくねあの親がですがショールームするってことに、毎日アイドルするってなって、携帯でいつもはそれまでやってたんだけど、やっぱタブレットが必要だなってやっぱって なって、それで買ってくれた大切なものだから、そうやっぱりそれはさ大切に使いたいなって思うし、そうやっぱね端末2個あるとね便利なんですよ。やっぱ結構ここ最近リモートの仕事が多くて、やっぱ2端末持ってないといけないってことが結構、2端末ないと厳しいことがやっぱり多くて、そう2端末持ってますかとか結構聞かれたりとか、その配信しながらこう携帯で、まあ、台本見たりとか資料見たりとか、それこそあの e スポーツの時はゲームしたりとか、こう2端末ないとできないことが結構増えてきたりとかするかな。やっぱね2端末あった方が、まあ、iPad と携帯とか、まあ、携帯でもいいですけど、そう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 、やっぱ2端末あった方がねすごい楽っていうかの方が結構いいことが増えてきてるから、やっぱみんなで集まれない分ねリモートでってことがやっぱりまだ多い時期であるので、そう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 、だからね、まあそんなね軽々しく変えられないけど、まあ本当にこうやばいなってなったら変えます。それまではもうこの子を使っていこうかなというふうに思います。はい、でもまあそろそろねしんどくなってくる時期なのかなというふうには思いますね。タブレットちゃんもだいぶもうだってね4年ぐらい使ってるから、4年弱、高校生の時からだから、高校でまあ第1第2第3で今第4の年やから、ほら4年間か結構使ってるんですよ。しかも4年間毎日使ってるから、そうって考えると結構使ってんのかなと思うけど、でもタブレットで仕事してる人とかよく言うじゃない、タブレットがさこうタブレットでパソコンにもなるタブレットになるとか言ったら、普通に仕事してる人やったらさ、うちはだいたい基本的にさ、まあ長く使うときは長く使うけど、そんな使わへんときはあんま使わへんからさ、普通に仕事してる方の人の方が一日中さやっぱこうやって売ったりとか買いたりとかしてるからさ消費してると思うねんけど、そういう人たちやっぱ 2,3 年で買い替えるもんなんだろうか、それともやっぱゆりなみたいに4年使うもんなんだろうか、ちょっとそういうなんか基準がわからないから、ちょっとこうわかんないですけどそうそうそう、なんかそう思うと仕事で使ってる人は私よりたくさん使ってるからどうなんでしょうね。まあ人によりきりでしょうね。携帯もやっぱさこう新しいのが出たらさ2年経ってなくても買える人は買えるじゃないですか。私は基本的に2年以上経たないと買えないんですけど携帯は。そう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 、まあ、なんか人によりきりかもしれないし、まあなんか私はさまだショールームでしか使わないから、まあ、ショールームがあもう壊れてできへんってなったら、まあ、携帯があるからねワンちゃん携帯でもできるからいいんやけど、やっぱ仕事の人たちはねこの携帯じゃあタブレットが壊れちゃうと資料がとかさこうなるから、やっぱそういう人たちはやっぱ保険かけてこうねある程度年数経ったら買い替えたり、新しい機種出たら買い替えたりするのかもしれない。まあ、それは人それぞれ人の仕事によりけりなのかもしれないけど、そう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 、まあ、そこはねこうあれですね。
どうなんやね、最近の人の仕事は何なんだろうね。やっぱパソコンなんかの、よく見る、よく見る薄いやつとかで、それも持ちつつこうパパって手先でさできるようにタブレットを持ってる人も多いよね。仕事の人とかは結構なんかそういう人多いイメージ、私のイメージね。なんかパソコン、基本的仕事のさあれはパソコンでやって、で出先でこうなんとかなんとかでってパパってやるときにタブレットとかでさこう資料にそのまま書き込んだりとかできるじゃないですか。ペンタブ、ペンタブレットがこう対応してるやつとかってさ、なんか会社で仕事するのとか家で仕事したらパソコンで持ち歩いて、出先で仕事はタブレットで自分の携帯で、人によったらさその携帯が自分用と会社用の携帯と携帯って4つも持ってる人とかもねえもんな。すごいな、仕事って感じするわ。かっこいい、いいな、いいな、かっこいいね。こうやってさしてさクチ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 ってやってんの、めっちゃ仕事できる人って感じすごいする。かっこいい。ね、やっぱそうですよね、そうですよね。なんかYouTube されてる先輩、まあ、ユナモギョンさんとかもそうですけど、編集も自分でされてて、でこの間その M ステでさせていただいた時に、そのリハから本番までが時間があった時にこうね、パソコン開いて編集一生懸命イヤホンしてされてたから、うわ大変やなと思って、頑張ってらっしゃるなと思って、すごいなって思ったユリナ。そう、マジ編集って思ってるより大変やからね。すごい編集が大変。編集ってさ、だいたいさ1本の動画ってだいたい10分ぐらいじゃないですか。あれにさ2時間とかさ、ものによっては2時間3時間かかるじゃないですか、編集するのに。音入れたり BGM テロップつけたり画像引用してきたりとか、 で特に慣れない最初のうちってさ、その10本動画ほんま3時間4時間普通にかかるからさ、なんかそういう面ではさ、こう本当にあれのものに対してすごく時間がかかるから、もう本当にすごいなっていうふうにはむちゃくちゃ思うし、やっぱりすごい大変っていうのは実際に聞く。やっぱ企画も自分で考えて、でそれを自分で用意して自分で撮って、で編集もしてアップしてっていうのが一連のものだから、それの10分15分の動画を作るために何時間かかってるから、そうって思うとほんまにすごいなって思う。なんか編集もさ、シンプルなのはまだあれやけど、やっぱ凝れば凝るほど大変って言うじゃないですか。来れば来るほど編集時間もすごく長くなるけど、でもいいものはできるからとかっていう風によく聞くからね、すごいなってマジで思うわ、ほんまに。そう、なかなかまあね、その点ショールームは楽だね。まあ楽言われたら楽かもしらんけどまあ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 ね、編集はせんでいいからね、そのまんまリアルタイムで流れちゃうからね全部。そうね、
まあただ言ってしまえば全部リアルで流れちゃうから、下手なこと言うとそのままそれが広がっていくわけじゃないですか。ショールームは録画してる時にこう NG が出しても自分で後でカットすればいいし、面白くしようと思えばそれこそ効果音だってつけれる、字幕だってつけれる、編集で面白くはできるけど、ショールームはリアルタイムの思いっきりこのままストレートに流してるから、テレビで言うと生放送と一緒やから、そう、うかつにポロッといろんなこと言われへんし、まあ、それこそ BGM も流しちゃいけないし、効果音すらないし、編集で面白くっていうのはなかなか難しい。だから同じ配信だけどショールームと YouTube はまあちょっと違うかな、系統としてはね。うん、だからどっちも素敵な部分はあると思います。まあ YouTube の方がその編集だったりそういうことに対してはとても大変やなっていう、企画を考えないといけないとかっていう面では大変やなってはすごい思うけど、そう、どっちが楽で どっちが楽でどっちが難しいってことはないと思う。うん、嬉しい。毎日してるだけでも大変やでって、すごい毎日配信は偉いよだって、ありがとう。そう、まあね、ショールームもねたまにだったらねあれなんですけど、まあ、毎日はねすごい褒めていただけるのがすごいありがたいなっていうふうに思います。でもすごい毎日続けることって難しいですよね。私基本的に三日坊主的な存在なので、なんかダイエットしようと思っても大体3日坊主で終わるから、そう、基本的にね、なんかやっぱ長く続けることって難しいじゃないですか、特に毎日だし。そう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 、ショールームは15分以上しないといけないっていう縛りがあるから、そう、やっぱ仕事がある日はその考えて配信時間をやらないと毎日会えるの途切れちゃうし、なんならその一日のスケジュールがわりかしショールーム中心になったりとかね、早い時はなんか朝が早くてで夜がもう遅くなってできないって時は、私よく前役とか地方行かせていただく時とかはその前役の合間でさせていただいたりとかするんですけど、そうで、あとやっぱね時差がねある時が結構大変ですね。なんか海外に行かせていただいたことが結構何回かあるんですけど、私その時に特にアメリカに行った時は時差が10時間とかやったかな、あるから、こう自分のいる海外の時差で換算してやるといけないので、日本時間に合わせてタイムスケジュールを組まないといけなくて、だからこう今は日本時間は何時だから何時にショールームまでにショールームをしないといけないとかっていうのがすごくあったりとかするし、やっぱ海外だからこうカツ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 っていう風に事細かく決まってないから、それこそちょっとねいろんなとこに行かせていただいたりステージだったりリハだったりとかあるんですけど、まあ、結構やっぱ日本みたいにこうカツ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 と綺麗に時間に当てはまるっていうことがやっぱりあんまりなくて、こうやっぱずれちゃったりとかってすることがあるから、そうそうそう、そういうのも含めこう時間を計算してやらないといけないっていうのは結構ショールームは難しいなって思いましたね。海外の時だけですけど、そうそうそう、そう、だからそれこそ半分違う時とかは
こっちは起きてるけど、もう日本のみんなは寝てたりとかするから、配信時間もわりかしね、なんか多分こ海外は夜やけどあっちは朝みたいな、そう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 とかにもなるし、やっぱあっちはね仕事が結構びっちりって感じがいつも多いから、そうなんかここからここはまあどっかに行くとかっていう感じやからさ、なんかこうね、やっぱ日本にいるときはさ、そら何時ぐらいが見やすいからとかって考えれるけど、海外でいるときはその何時ぐらいが見やすいからって考えてられないから、そうそうそう、もうその時間しかできへんみたいな感じやから、そうそうそう、すごい大変でした。時差ボケもするしね、そうそうそう、だから海外にいる時はマジみんなが私に合わせてくださいって感じで、まあそれはなりますねやっぱり、そう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 、もうできる時間がこの時間しか決まってない、しかできないからってやっぱなっちゃうのでそうなんですよね、そこがねちょっとねあれなんですけど、まだね、まあ、今が落ち着いたらまた海外イベントとかもねできるようになればいいですけどね、私結構海外イベント本当によく行かせていただくメンバーだったので、うん、すごい嬉しいんですよね、なんか結構行きました、うん、フィリピン、アメリカ、タイ、台湾、うん、に行かせていただきました。フィリピン3回ぐらい行ったかな、2回かぐらい行った気がするね、あとは全部1回かな、結構行かせていただいてですねそうなんですよ、ありがたいことに結構多いんですよ私パスポートもねもう切れちゃったので更新して、もう赤になりましたよ私も、ついに。前までは青だったんですよ、そのパスポートを作った時はその青、まだ未成年だったから青だったんですけども、20歳新しく作った時はもう20歳超えてたから、パスポートが10年用って赤くなったんですよね、そうなんですよ、あそうですそうです、色は数年です、なんか未成年かなの時は5年の青しか無理なんしか取れないんですけど、20歳過ぎてからだと10年用の赤が取れるようになるんですよ、そうだから前まではその初めて海外に行くからパスポート作ってくださいって言われた時はまだ未成年だったから5年の青しか取れなくて、でも次に切れた時に作りに行った時がもう20歳過ぎてたから10年の赤が取れるから10年の赤がもう取れて今赤なんですよ。ただねすごいショックなことがあって、パスポートの写真がえらいブサイクなんよ、ほんまにブサイクだったのマジで、本当にもうなんか、しかもねなんか写真もうちちゃんと写真撮るめっちゃその辺のさボックスのさ写真機じゃなくてね、ちゃんと写真撮るようなとこに行って、結構高いじゃんあれ、3000円ぐらいするじゃないですか、のとこに行ってさ撮ったんだけどさ、その時のね私の写真がえらいブサイクで、もうほんまに、いや見せないけど見せないけどマジでほんまにブサイクなんか、そうえでさほんまちょっとその時ふっくらしててん、ゆりな顔、そうちょっと時期的にね私のお顔がふっくらしてる時にその写真が必要やから撮りに行ったんですけど、
そのさ時にさやっぱさ前髪がさ目にかかっちゃいけんみたいな感じでさこう前髪もこうやってさやらんとあかんそれかかってますねみたいな感じでこうやってさやらんとあかんくてさやったんやけどさなんかこうねいけるんでしょうかそれこう顔見せてね同一人物ってなんででもね確かにその1個前の5年間のパスポートの写真もブサイクだったんですけどまあそれを上回るほどにあの10年用のパスポートもブサイクでしたほんまになほんまになこれな謙遜とかちゃうくてリアルに結構やばくてでそれで親に見せてんかやばないみたいなすごいブサイクなんやけどみたいなって言ったら親もなんかなんでその写真だって言われましたウケると思ってまあ私基本的写真写り悪いからもういいんですけどマジで誰にも見せられへん大丈夫かなそれだったらさあのボックスとかでさちょっと安めにさ撮ってさでもあかんかちょっと不細工やなと思ったらもう一回撮ろうってぐらいできるぐらいやったからさちょっと今度はボックスで撮ろうかなユリナ今度はボックスで撮ろうかな何かわざわざ写真屋さん行かへんと。ほんまに写真写り悪いねんな。なんかどうしたら可愛くなるんやろ。もっと実物可愛くする？うちでも確かにショールームでもな、ブザイクなんやって。なんかな、ショールームに写ってる自分もな、ちょっとお顔残念やねん。でもそれはよく言われるからいいねんけど、別に。そうなんかそうそれ確かになんか生が生基本的全てのものに対して生が一番のは分かんねんけどよくほんまにファンの人によく言われるのがショールームでこう見てるやんでショールームって大体こっからしか映らへんやんかでなんか実際会ったりとかすると「え意外に顔ちっちゃいんですね」って言うウケるんだけどと思ってああ面白いそう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 結構意外に顔がちっちゃいってよく直接的にも間接的にもよく言われるやっぱねショールームはねここしか映らへんからバランスがねわからないのかもしれないんだけどそうそうそうあの本当に意外にねちっちゃいって言われる嬉しいでもねありがとう芸能人って感じするわそれすごい言われるとなんかね私の芸能界に入る前のイメージ芸能人の方ってマジ顔が米粒のようにちっちゃいっていうすごいイメージだったのねなんかテレビでも見るからにちっちゃいなって思うけどやっぱ実際会うとテレビに見るよりより一層細いしちっちゃいじゃないですか、まあ、だから芸能人だなとは思ったけどねうんそうそうそうなってこうショールームとかこうやってるじゃんで、まあ、握手会で生で会いますパーマ劇場とかでパフォーマンス見なすだって見ますだったらなんか「え意外に顔ちっちゃいですね」って言っていただけるかなそうあ嬉しい芸能人だなって思いますけどね私もはいそんな感じですそうやって言っていただけてね嬉しゅうございますありがとうございます皆さん意外に顔がちっちゃいらしいです、まあ、でもみんなね結構ねやっぱみんな顔ちっちゃいからねあの普通にいててもね自分のこと顔ちっちゃいってねあんま思わないかなみんな顔ちっちゃいじゃないですか AKB のメンバーというかそもそもこうこの世界にいる人たちって結構やっぱスタイルも良きやし顔もちっちゃいから私どっちかっていうと顔はでかいちっちゃくはないしでかくもないけど普通やと思ってるから自分のことそうそう顔うん、まあ、顔は小さいとは思わないねうん
そう、みんなね会うとね本当にちっちゃいんですよ顔。まあ、私はねみんなにね常にやってるからあれやねんけど、まあ標準です、標準。なんかね、そうこないださ、こないだっていうかちょっと前にさ TikTok さ見ててさ、なんかあ TikTok ちゃうかインスタかな、忘れたんやけど、なんかさおすすめみたいに上がってきててさ、何かっていうとさ、なんか人の日本の顔の平均がノート、普通にあるじゃないですかノートの、あ何やったかな、ちょっと忘れてた、ノートのなんかノートのなんかどっからかどっからまでが基準らしくて、そうで、それよりちっちゃかったら普通に顔がちっちゃいんだけどみたいなっていうのがあってね、そうなんかであって、ね、なんかその人が書いてたのがなんか普通に周りの人が顔ちっちゃすぎるだけやんみたいな感じで書いててそう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 、なんかねノートの何やったかな、なんか何ちょっと忘れてたんやけど、ノートの長さ、縦の長さ、そうこうがノート何かとよりちっちゃかったらあなたは顔がちっちゃいですよみたいな感じで書いてあってんな、そう何やったかな、ノートの忘れちゃった、何だかやな、あんま覚えてないですけど、なんかって書いてて、そうなんだと。よく言うのがティッシュの箱がうんちゃらかんちゃらって言いますよね、ティッシュの箱より顔がちっちゃかったら顔がちっちゃいですみたいな。私はやらないですけどね、これでティッシュの箱よりうちの顔がでかかったらどないしようって思うから、そう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 、何だったかな、縦の長さか横の長さか忘れちゃったんだけど、いやちょっと忘れちゃった、そう、なんかティッシュのね箱の縦長い部分あれじゃん、あれよりちっちゃかったら顔がちっちゃいらしいよ。私はちょっとやったことない、勇気がないもん勇気がないからやったことないけどっていうのもなんかあるらしい。いや分からんけどね、実際ね、実際どうなんでしょうね、うん、そうなんか、うん、ね、分かんないね、そう、あーそういうことね受ける、そうやで、ゆりな顔がちっちゃいんじゃなくて手がでかいんやでゆりな手が大きいから顔が小さいと感じられるのかもしれないってごもっとも、その通りです手がでかいんでね私、まあ顔ちっちゃくない、私一言も自分のこと顔ちっちゃいって言ったことないし、なんならうち自分のこと手がでかいって言ってるからね、基本的にもうどっちも普段から言ってる情報だからいいんだけどさ、そう別にあれなんだけどさ、いや自虐的って、私が自虐言ってるんじゃなくて言われたんだけどねえ待って、うち一言も自虐言ってないのにさ、普通のことしか言ってへんのに書いたコメント読んでるだけやのに自虐って言われた、だって手でかいのほんまやもん手でかいのほんまやで、うち女の子とさ握手会でさ握手すんねんけどさ、マジで手ちっちゃいんだわ、本当に可愛い。でもうちコンプレックスの一つなの、手がでかいの本当に嫌なの。女の子のイメージは手が細くて手がちっちゃい方が可愛いっていう、まあ少女漫画の読みすぎなんだけど、手がでかいのね
手がでかいからその手がでかいのがすごく嫌なの自分。そうなんだけど、なんだけどでもベースを始めて手がでかいおかげで、あのネックのそのちゃんと押さえられるんですよ、弦がしっかりと指が届きやすいから弾きやすいから、まあその面では良かったかなと思います。確かにファンの人にも手でかいねって言われるけどまあそれは知ってるよね、だって嫌だったもんずっとそれが。そうなんだけど、まあこうやってベース弾かせていただくことになってあのそのね、まあ、いいんだけどさそうまあ手は大きいよね、まあコメントでもね流れてきてるからね、でかいのはそうなんだ。そう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 、うちよくさこう笑うときにさこうこうやってやるじゃん、こうやってやるから余計に手でかいのバレるんだよね最近はこうグーでやるようにしてます。やっぱねこうやるとマジ手でかいの本当にバレちゃうからねえ、やばい。そう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 、でもねいいの、もともとコンプレックスだからうち手でかいのは本当に好きじゃなかったからいいんだけどね、全然事実だし全然いいよ、もう気にしてないから、もう自分で言ってるしね手でかいですよって。そうそうそう、そうまあ気にしないでみんな全然大丈夫よ、イエーイしないでってか、何でもいいや、何でもいいや、まあ言いたい方は言ってください、全然大丈夫よまあ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 、あ、充電がない、ちょっと待って、一応充電しなきゃ。大丈夫だよっていうのマジ口癖まあスタッフさんにさ何でも大丈夫ですって言うよねってマジで言われた、やめよう。でも今の時間帯さあんまり少ないね、なんかうちもっとやってんのかと思ったけどあんまりやってないんだね、ねえびっくり。そうなの、小島さんのハーリップトゥーンの福袋売ってるんだって。そうなんだ、いいな、うちハーリップトゥーンのねもう一個も持ってない、だってちょっとあの高あのやっぱちょっと高級なねやつだから、ちょっと私にはまだねお手がただ高が高いんですよ、お手が高くてあのまだちょっとまだそこにね達する人間ではないのでさあれですけど、やってるんだ、じゃあ気になった方はぜひぜひゲットしてくださいほんで報告待ってます。
そう、まあ今年は福袋を買う予定は特にないです。そう、あんま特にないかな。福袋は普通に服を買おうかなと思ってるけど、福袋を買うでは今んとこない。毎年ね、福袋欲しいなって思うんだけど毎年買わない。そう、買わないというか買えないというか、なんというか普通に福袋じゃなくてもう単品で、なんか単品で買おうかなって思ってる。欲しい服を、ウルさんが歌ってる。うちさ、中学生日記のさ主題歌歌ってるのウルさんじゃないですか。あの曲めっちゃ好きなんだよね。ね、あれ好き。なんかさ、その原作見てさ作ってる歌はさ、やっぱ歌とさ内容合ってるから余計にこう来るよね。来るものがあるよね。あとめっちゃ声がねすごいこう通って優しい素敵な声をされてるじゃないですか。あのうちさ見てなかったけど、テセウスの船も主題歌担当されてたじゃないですか。ちょっと残念ながらテセウスの船だっけ、まあ、見てなかったからちょっと分かんないんだけど、胸、ね、担当されてたらしくて、すごいよね。そう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 。でも曲は聞いたことあります。そのテセウスの船の曲は聞いたことあるんだけど、あのドラマは見てなかった。あれさ、タイムスリップする話ですよね。その息子さんそのがタイムスリップして犯人を捕まえるみたいな感じですよね。家族、そのなんか濡れ衣を着せられた父のためになんかタイムスリップして新しい真犯人を捕まえようとするお話みたいな。そう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 、そういう話。すごい面白いって話題になってましたもんね。いや、キリナちゃん鬼滅を見てめちゃくちゃ泣いてましたって。ああ、やん、泣くよね、わかる。涙腺崩壊だわ本当に。このさ、レコ大って何時までなんだろうね。分かんないな。22時か。もうちょっとなんだね。そっかそっか。結構長いんだね、やってんの。22時ってことは。
ね、まあ明日のカウントダウン TP も長いですけど、何時間あるんだったっけな、ちょっと忘れちゃったけど、すごい遅いよ、多分3時間4時間ぐらいあるんじゃなかったかな、もうちょっとあった気がするな、4時間とかかな、ちょっと忘れちゃったけどね、すごい長いんだって。5時までやんの、超長いじゃん5時間じゃん、5時間単純計算でも5時間だね。すごい、明日は絶対お昼まで寝ようっと、今日は夜更かしして明日お昼過ぎまで寝て、明日は夜カウントダウンがそもそも23時45分からだからせっかくの出番の時にさ、眠そうな目でさ、できないじゃん。そう、だからさ、いや嬉しい、年越しをまさかのそのなんだ、そのあのテレビ局で迎えれるの嬉しいね。いつも家でショールームで迎えてたからね。いや嬉しい。ちなみに明日はね、お家出るのが夜だから、ショールームも夜します。まあこれぐらいの時間かな。もうちょい早めにするかもしらんけど。もうちょい早いかも。今日やった時間よりも気も早いかもしれない。夕方ぐらいとか。たぶんお家出る時間も考えないといけないから、カウントダウン終わって配信する、いやしない、カウントダウン終わったら寝るね、とりあえず。そんな朝の5時まで起きておられん気がするお風呂入って寝ますねリハしないのだな、リハもしましたよ、はい、リハはもうやりました。明日はリハないです、だから普通に遅いんですよ。まあその辺いろいろぼちぼちはあれっす、また終わってから言いましょう。終わる前にはいろいろ言えないんで、終わってからと言えるからね。うちまだ晩ご飯食べてないんだよ。晩ご飯作んなきゃ今から。だからそろそろ終了にするよ。何分から始めたっけな。31分だ、あと数分。じゃあ先にランキング読もうっと。13位おかやんさん、12位マー君、11位アングさん、10位マーニャンさん、9位ホイホイさん、8位チカイシーさん、7位マックスエッドさん、6位 TKHKG さん、5位マーマーメルデッテッテメトロポリスさん、4位カンチさん、3位キリンヤさん、2位地道な走り屋さんね、今日の第1位が
タカさん、カウントダウン TV 出演おめでとうタワーありがとうございます。そしてタカさんと地道な知り合いさんタワーありがとうございます。イエーイ。しくしょ。はい、というわけでですね、昨日はですね、イベントの方ありがとうございました。そしてですね、明日はなんとカウントダウンTV にね、出させていただくということで、年越し配信はできないんですけども、ぜひ私のね出るやつを録画して、そしてリアタイでも探していただいて、その後ゆっくり録画を見ながら私を探していただけるとありがたいなというふうに思います。そして昨日のね、ライブもね、ありがたいことに、まあだからあれですよね、カウントダウン TV はもう明けになっちゃうから、年仕事納めっていうと昨日のライブが仕事納めだったのかな。ちょっとカウントダウン TV が微妙な、またぐからさちょっと微妙なんだけど、まあでもね、多分越してからだから、カウントダウン TV はだから仕事納めは昨日のライブが仕事納めだったということで、そう、来ていただいた方、配信を見ていただいた方、本当にありがとうございました。でまさかの年明けて一発カウントダウン TV に出させていただけるということ でその次にはね1月2日のイベントにも出させていただけるということでですね、本当に嬉しく思いますので、皆さん明日は楽しみにしていてください。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームで、お会いしましょう。それではまた、バイバイ。